来いよ。そうかもよ。サイコロ遊びはやって損だ。遊ばれて捨てられるだけよ。それで赤ん坊を女手一つで育てることになる。エイボルだ、開けてくれ。はい。だが声は落とせない。ハーラルの兵に気づかれる。住む場所はあんのかい？イングランド人も反撃してくる。終わりぬ。2日前、俺たちはこの地からキョトビの脅威を排除した。それなのに、今日になっても祝宴をあげられず、こうしてただ暗雲の下で怯えてる。だが、もうその必要はない。あんな青臭い王の配下になってたまるか。俺たちはカラスの戦士団、己の運命にのみ従う。父親がハーラルに膝を折るって知ってたのかい？まさか。いいか、俺はここにいる誰よりも父上の決めたことに腹を立ててる。だからって絶望はしない。このままノルウェーに残ればハーラルの治世のもと、さらなる戦乱は避けられないだろう。そこで俺たちは新天地を目指す。いざイングランドへ。そこに新たな故郷を築く。俺たちの王国を。ラグナルの息子たちがイングランドですでに8年も過ごしてる。こんな王女帯が住める土地があるの？あり余るほどにな。イングランドの4王国のうち平定されてるのは1つだけだ。ハーラルの犬になってたまるか。俺は支持するぞ。歴史に残るサーガだ。俺も行くぞ。新たな故郷を築くとなると時間と資源が必要になる。だがキョトビーから奪った富があるな。いや、あれは保証金代わりに父上に渡そう。イングランドに着いたら一から始めればいい。何もないところから始めるのか。知らない土地で周りは敵だらけだろう。シグルド、キョトビの富は新たな暮らしに役立てるべきだ。奴を倒したんだからそう主張させてもらう。この旅立ちが父上の負担になるのは望ましくない。全てを捨てる時だ。手ぶらで新天地に行くなんて馬鹿げてる。奪ったものは持っていくべきだ。盗むような真似はしたくないが、お前の同意が得られないなら仕方ない。そうしよう。スティルビュルンはハーラルの大こぼれに預かればいい。キョトビの富は我らで使う。じゃあイングランドへ。今日中によ。荷造りは必要なものだけでいい。それと口もつぐんでおけよ。ハーラルの兵に気づかれないようにな。どこまで聞いた？大体は。新たな道が開かれ、そして困難な旅が待ってる。一緒に来ないか？母のことがあるから無理よ。でも最後の日が来る前に私たちはまた会える。それまでさよならね。風が味方についた。予定通り出航するぞ。もう荷造りは済んだのか。早いな。夢の新天地よ。待ちきれない。栄光が待つ新天地か。だが愛した故郷を離れるのも悲しいものがあるな。心残りだ。いや、ない。サイは投げられたんだ。なら運命に身を任せよう。準備はいいか？
いつでも行ける。邪魔が入る前に海へと乗り出し旅立とう。その邪魔が入った。見て、運命は速い翼の持ち主だな。ハーラルの旗だな。シグルド、これは何だ。何を考えている。見ての通り堂々たる旅立ちだ父上。生まれ故郷で王になれないなら新たなサーガを始める。イングランドだ。バカげたことを。お前の居場所はここだ。私の元にいろ。別の勝利、別の栄光が待っている。父上、もう決めたんだ。他に望みはない。ここにはもう何もない。俺は世界に名を轟かせる。ホルンブルグの富を奪ったのだな。この地に残すのは名誉だけということか。選択肢を奪ったのはあんただ。俺は王子として民会に出席し、市長の息子として退出した。シグルド、選ぶ道は常に無数にある。お前たちを止めはしないが、認めてもいない。エイボル、17年前私はお前を家に迎え入れた。その恩をこんな形で返すとはな。お前を助けるべきではなかった。哀れなおいぼれめ。あいつの言ったことは気にするな。すべてあいつの自業自得だ。そうだな。息子たちが沿岸に定住地を築いて、まずはそこを目指す。クラギ、景気づけに歌ってくれ。神々を呼び起こせ。ハーラルの偉大なおならで旅路を早めるのだ。イロ、エイボル、目の前に広がる海よ。この遥か向こうに新しい王国がある。イングランドのことをよく知ってるのか。マーシアで季節を越したことがある。暖かく自然豊かな土地だ。今はラグナルの息子たちがマーシアを支配しています。彼らに加わるつもりか。向こうがだ。いずれカラスの戦士団はイングランド全土に知れ渡る。俺たちがあの傷ついた土地に栄光をもたらすんだ。いざイングランドへ。我らが栄光と運命を求めて。イングランドへ。イングランドへ。ファルハラへでもいいぜ。
ケンブリッジ大学で講義を行ったシエケ博士は、科学者も満足な答えは持っていないと語りました。2012年のコロナ質量放出以来、地球の磁場は実に5万倍も大きくなってしまった。この結果、無線と衛星通信に多大な障害が発生、南極、北極の周辺に危険な放射線帯が生じた。そして外を見れば分かる通り、消えないオーロラが漂っている。現象の解明は進んでいない。答えが見つからなければ、生活や通信の在り方は一変してしまうだろう。我々の進化の方向性すら決定的に。続いてシエケ博士は、電解質の補給は？おお、リニューアルされたシトロス味だ。ありがとう、ショウ。どうすればいいの？どうしてあなたが全ての鍵なの？ずいぶん遠くまで来たのね、エイボル。レベッカ、ミントティーは正確には紅茶じゃない、浸出液だ。つまり泥水と同じってことだね。呼び方はいいから買ってきたの？もちろんだと思う。引っ張り出してごめん、発電機の調子が悪くて。気にしないで、休みたかったし。アニムスのデータストリームは快適？すぐに安定した。よかった。じゃあ戻れるよう準備するわ。また衛星が落ちたみたい。見た？ああ、アブスター号のものだろう。いいことね。大規模な障害も起こる。本当にいいことかは何を意味するのかによるね。確かに、たとえ勝ったとしても負けになる。よし、いつでも行けるわ。準備ができたら戻って。さあ出航ね。ノルウェーからイングランドまで1週間かかるからスキップしとく。レイラ、大丈夫？ごめん、あのメッセージを聞かせて。気になる箇所があるなら書き起こしがあるけど。いえ、聞きたいの。わかった。謎かけを言うつもりはないけど、私たちはあのメッセージに導かれ、この北米にあるノース人の墓に来た。だからあの骨は唯一の手がかり、そして手遅れになる前に地球を救うための最後の望み。あったわ。私は生き、死に、これから眠る。そして眠る間に夢を見る。夢の中で私は再びこの世に訪れる破滅の終わりを見る。探すのだ、狼基礎、たけるものを、そして私を。さらなる死からどうか我らを救ってほしい。不安になってくるな。メッセージのパルスは本当にただの座標？他には何も？何も見つかってないわ。よし、準備 OK。 始めよう。
らしい故郷だ。ノルウェーには及ばんな。だが、すぐに俺たちの陸地が見られてよかった。もう一度固い土を踏むのが楽しみだよ。上陸は急がない方がいい。今見える場所は全てサクソン領だ。マーシアの大部分は平定されてない。おかげに見張りがいるだろう。なんか、あるいは罠があるか。十分気をつけろ。ダンビー、灰を突き立てろ。そこで止まれ。何か見つけたの？まだだ。だが俺たちが先に進んで危険を排除してくれ。太陽が沈みかけたら後に続け。分かった。ポールの過去があらんこと。じゃあまた後で。前進だ。太陽。庭いじりの好きな妖精どもが何を投げてくるようが関係ねえ。ラグナルの息子たちにはもう知らせてあるのか？いや、だが彼らなら歓迎してくれるだろう。イングランドの四王国でラグナルの息子たちが手にしたのは一つだけ。残りはまだ落ちてない。で、奴らの下につくのか？いや、まさか。まずは話を聞いて状況を探るんだ。そして俺たちにとって都合のいいようにこの国を切り分ける。見ろよ、あれでも町のつもりか？ボロいレンガと臆病な神に捧げたルーンしかねえ。あれはルードのルーンだ、ラグ。サクソンの神はあの十字架で生贄にされたという。信仰の場である修道院に掲げられてる。キリストを殺した十字架を信仰の場に掲げるのか？意味わかんねえ。我らも神々の像を作り、それに願いをかける。オーディンへ捧げる生贄みたいなもんだろう。でもオーディンを殺した狼は崇拝してる。そこが違う。サクソンがどんな奇妙なことをやろうと考えることは俺たちと変わらない。土だ。あれこそ神の象徴だろ。三日月に打たれりゃ十字架なんぞイチコロだ。見ろ、俺は何だ。水死の儀式だ。あれが洗礼だ、ダル。さてお前、キリスト教の慣習を知らないな。知ったぞ。忘れてただけだ。それに会話が始まった方が正しいだろ。あの場所にいるのはきっと司祭と信徒どもだけだ。船着き場に突っ込んで根こそぎ奪ってやろうぜ。あそこにはお宝があるのか？おう、サクソンは金銀や宝石で神への供え物を使ってる。宝の山が待ってるぞ。焦るな、ダグ。定住地を確保すれば略奪はいくらでもできる。手を止めろ。あそこにあげるぞ。鎖が川をまたいで進路を塞いでる。どうにかしないとは進めないぞ。鎖だと？切れるのか？斧じゃ無理だな。あの野営地を調べれば何か方法が見つかる。任せろ。俺もだ。一緒に行く。いや、ダグはここにいろ。何か問題が起こったときはお前が来ない。俺、いい考えだ。矢を放ち、鋭い斧を手元に置こう。ああ、そうだ。慎重に行かないとな。宿り木を鼻に突っ込むよ。ちょっと待てよ。これでも食らえ。ベンジの箱。
かなり頑丈な鎖だが取り付けが悪そうだ。矢で撃てば外れるかもな。道は開けた。鎖は解かれた。エイボル、船に戻れ。しかし、それは今度だ。目的地まで進み続ける。また不測の事態はごめんだ。油断は禁物だぞ。そう遠くないはずだ。腹減って死にそうだ。飯と酒の出迎えがあるといいんだが、伝えとくべきだったんじゃないか、シグルド。飯のために。あのハルフ団にウバにアイバーだぞ。ラグナルソン一家がイングランドで飯に困ってるわけない。大丈夫だ。ああ、想像できるぞ。柔らかくて肉汁たっぷりの子豚。さっき奪い損ねた宝のような黄金色のエール。まったくお前は単純だな、ダグ。それに幸せそうだ。俺としてはこの土地を築いた巨人たちの足跡をたどるのが楽しみで仕方ない。巨人って？偉大なるローマ人の帝国。忘れ去られし時代の巨人たち。遥か昔にここを支配してた彼らの遺跡が各地に。遺跡のレンガと石には征服と栄光の物語が刻まれている。今じゃ廃墟だ。物語を復活させよう。俺たちが再び帝国を築くんだ。そして俺たちのは決して朽ちない。ダグ、万物には終わりがある。廃墟は警告じゃない、時代の証だ。お、見えたぞ。あれがラグナルの息子たちの野営地だ。ようやく大地に足を下ろせそうだな。シグルド、待て。何か様子がおかしい。軍にしちゃ人の動きが少ない。あるのは天幕と数人の人影。探してる相手じゃないな。ああ、もう少し近づいてみよう。ノース人じゃない。身なりがボロすぎる。船に気づかれないよ。徒歩で進むぞ。ダグと一緒に行ってくる。いや、皆で行こう。もし連中が友好的なら俺が市長として話をする。そうでなければ全員で戦うまでだ。こいつら何者だ？あの妙な訛り方、イングランド人だ。ダグ、エイボル、離れるな。
おい、なんだ、薄汚い相手エンジンが川を怪我しに来たのか。そこのお前、名を名乗れ。俺はフォルンブルグの市長シグルドだ。そっちは？こそこそと野営地に侵入してきたデエンジンを許さない者たちだ。とっとと消えるがいい、異教徒よ。その方が身のためだぞ。剣で脅してノース人を屈服させられると思ってるのか。いいか、8日間も海にいたせいで俺の斧は血に飢えてんだ。グダグダ言ってる暇があったら武器を抜け。はちょっと助けてやろう。この共同を殺せ。お待ちかねの戦いだぞ、ダグ。この土地も悪くねえ。なんだこいつらは。気をつけろ。これ以上不測の事態はごめんだぞ。ああ、ロングハウスを調べてみる。シグルド、ダグ、来てくれ。捕虜がいる。
そこの人を解放してよ。そしたら無事に返してあげる。捕虜の割には威勢がいい。気に入った。逆らったりしない。だから殺さないでくれ。落ち着け。危害を加えるつもりはない。名は何という？ヤンリ、商人よ。私たちは盗賊とは違うわ。で、こっちはロワン。そう、ロワンだ。馬の世話人。もう馬はいないけどね。連中にみんな売り飛ばされたから。次は私たちが奴隷として売られるとこだった。まあそうなる前に目をくり抜いてやるつもりだったけど。何しにここへ来たんだ？ハルフダン市長の依頼でラグナルの息子たちと取引しに来たの。でも彼らはもういなかった。解放してやれ。彼らと知り合いだったのか？ああ、馬をたくさん売ったよ。いい人たちだ。金払いも悪くない。この様子からすると去ってから随分経つな。お前たちはこれからどうする？また一からやり直すわ。助けてくれる仲間や友人はたくさんいるけど、簡単じゃないわね。どこでも馬の世話人は重宝される。またどこかで仕事を再開するよ。何考えてる？二人を定住地に招けば力を生かしてもらえる。商人と馬の世話人なら役に立つ。同感だ。ラグナルソンの友は俺の友でもあるだろ、ダグ。ああ、その通りだ、シグルド。ヤンリ、ロアン、俺はシグルド。フォルンブルグの市長でスティルビョルンの息子だ。これはエイボルト、ダグ。お前たちは自由の身だが、仕事をしたいというなら歓迎するぞ。やり直すためだもの。喜んで世話になるわ。では決まりだ。お前たちをカラスの戦士団に迎える。赤の他人同士が友人となり家族となる。みんな着いたようだ。行こう。この場所はいい感じだ。けっ高き家族よ、友よ、ようこそ新しい故郷へ。見事だ。こんな立派な家は見たことがない。一緒に来い。ランビーが見つけたものを確認しよう。エイボル、シグルド、二人にイングランドと四王国を授けよう。マーシア、イーストアングリア、ノーサンブリア、ウェセックス。地図と計画書を見た感じ、ラグナルの息子たちが向かったのはマーシアのここよ。読み通りなら石膏の知らせが来る。この場所は？ここ名もなき雑木林。名もなきか。そのままってわけにはいかない。なんて呼ぶのがいいか。
ちょうどいい名がある。レイブンズソープ、カラスたちの村だ。気に入った。お前の仕心がまた花咲いたな。いずれその名はイングランド中に知れ渡る。名はほんの始まり。名声を得たいならここを発展させないと。そうだな。まずは火事場だ。グンナルが仕事を始められるよう手伝ってやれ。物資が必要になるな。それは隣人から頂戴しよう。嫌が王でも譲ってもらう。着いたばかりでもう略奪？凍うばかりじゃこの地の支配者にはなれない。それじゃグンナルと話してくる。よくやった。